動きのある立体感のまとめ髪になるので、みんなに褒められること間違いないです。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回は皆さんからいただくコメントの中で目にすることが多い暗髪黒髪だとアレンジが映えない問題、これ悩んでる女性の方もきっとたくさんいると思います。黒髪でヘアアレンジしてもあんまり映えない、髪が暗いとアレンジしてもボサボサに見えちゃうという方のために、今回は暗髪黒髪でも簡単に垢抜けるアレンジを3つ紹介します。どれも簡単で可愛いアレンジになるので、暗髪黒髪女性の皆さんはぜひ一緒にアレンジしてみてください。もちろん髪の明るい方でも素敵なアレンジになるので、ぜひ今回の動画のアレンジをマスターしてヘアアレンジで気分上げていきましょう。というわけで早速暗髪黒髪のヘアアレンジを紹介していくんですが、その前に暗髪黒髪アレンジをする際の大事なポイントを3つ紹介します。まず1つ目、クルリンパや遅れ毛などで立体感を出す。2つ目、ヘアアクセなどでアクセントをつける。3つ目、ツヤが大事。暗髪や黒髪だと普通にアレンジしただけだと重たい雰囲気になりがちなので、この3つのポイントを押さえてアレンジすることで暗髪でもアレンジがすごく可愛くなります。そして覚えていてほしいのが、暗髪さんだったり黒髪さんの方はアレンジをする前にベースの巻き髪をしてください。髪が暗いとどうしても重たい印象になってしまうので、アレンジの前に髪を巻いてあげることでアレンジした時に動きだったり軽さを出すことができます。なので巻いた後にアレンジするのがおすすめです。巻き方は何でも OK、 とにかく動きだったり軽さが出せればいいので、自分が慣れている巻き方、もしくはアレンジしちゃうので初挑戦の巻き髪でも練習してからアレンジするっていうのもありですね。はい、では早速やっていきます。まずはローポニーから。まずは髪の毛を一つにまとめます。まとめる位置はだいたい耳の真ん中と同じぐらいの位置ですね。ここで一つに結んでいきます。はい、こんな感じ。そうしたらまず右の部分、だいたい指2本分ぐらいのところに穴を開けます。この中に毛先を外側から内側に出すようにくるりんぱをします。で、毛先が右側に出てくると思うので、これは真ん中に戻します。こんな感じ。そしたら次反対側ですね。反対側も指2本分のところから指が出るように穴を開けます。そしたらこの中にまた入れ込むように毛先をくるりんぱします。はい、そしたらまたこの毛先も真ん中に戻してギュッと締めます。はい、こんな感じです。そしたら私みたいにこうね、頭の形が絶壁の方はね、このままだと目立ってしまうので、細かくほぐすのではなくって、手のひら全体で頭を掴んでもらって一気に緩める。こうすると頭の形が綺麗に見えます。細かくほぐしすぎると髪が暗いとちょっとボサボサに見えやすくなってしまうので、こうやってツヤのメインで全体を一気に引き出すっていうのがおすすめです。で、このくるりんぱのところに関しては軽く細かくほぐしてあげるのがおすすめです。全体を細かくほぐすのではなくて、こういうくるりんぱだったり動きのある部分は細かくほぐしていくんですが、この表面の大きな面積の部分はツヤ重視で面を一気に引き出すっていうのがおすすめです。はい、こんな感じで後ろ完成です。あとは前から見た時も可愛いようにこの横の部分も軽くほぐします。細かくほぐすっていうよりかはこの辺全体を緩めるような感じで少しだけゆるっとさせます。なので爪と爪で細かい毛束っていうよりかは大きく手のひら全体で挟んでちょっと全体をこう緩めてあげるようなイメージがおすすめです。で、あとはこういう顔周りの前髪の横の髪の毛とかこの耳前の短い遅れ毛を軽く巻いてあげてボリュームを持たせます。はい、こんな感じで完成です。で、もちろんこうやってアクセがない状態でもすごく可愛いんですが、プラスでアクセをつけてあげるとより華やかなイメージになるかなと思います。一周するとこんな感じです。じゃん、どうですか。ただ一本に結ぶより立体感が動きが出てすごく可愛くないですか。ぜひ参考にしてみてください。はい、では次はハーフアップアレンジです。次はクリップ一つだけ使います。少し小さめのタイプがいいかなと思います。まずは髪の毛を耳の後ろで前と後ろに分け取ります。ざっくりで大丈夫です。大体で大丈夫ですよ。大体耳の後ろでこんな風に前と後ろに分けれたら、この2つの横の髪の毛を後ろに持ってきます。そうしたらこの髪の毛をまだ一つにまとめない状態、バラバラの状態で片手で一つにまとめます。その間に遅れ毛を先に出します。
ハーフアップの時は少し多めに送り毛を出してあげると可愛いかなと思います。ハーフアップでここがピシッとしていて下にたくさんボリュームがあると顔が縦長に見えやすいので送り毛をちょっと多めに出しておくのがおすすめです。はい、送り毛を出せたらこの2つの髪の毛を紐を結ぶような感じで肩結びを作ります。まず1回目、そしたら次2回目、もう普段紐を結ぶときに肩結びするのをイメージして髪の毛を結んでいきます。今こんな感じで2回結んで肩結びができました。そしたら毛先を一つにまとめて、このまとめた部分をクリップでこの下の髪の毛と一緒にがっちり留めます。はい、これで後ろ完成です。あとはちょっとまた後頭部が綺麗に見えるように手のひら全体で頭を包んで面を引き上げます。この横の部分も全体を緩めるような感じでほぐすというよりかは緩めていきます。はい、あとは前から見た時のこの遅れ毛も整えていきます。ちょっとね、やっぱりここがビシッてないよりかはちょっと多めにあった方が横幅が広く見えて面長さん軽減できます。ハーフアップにするときにこの顔が長く見えてしまう問題って結構あるあるだと思うんですけど、こんな風にちょっと遅れ毛を多めに残しておくと解決しやすいかなと思います。後ろもこうただハーフアップにするだけじゃなくて結んでからクリップを留めることで立体感が出てすごく可愛いですよね。なんかちょっと今日下ろしたい気分だけどスッキリもさせたいっていう時はこのハーフアップがおすすめです。ぜひ参考にしてください。はい、では最後3つ目、まとめ髪です。まずは髪の毛を分け取っていきます。左斜め上から右の耳上に向かって斜めに髪の毛を分け取ります。ざっくりで大丈夫です。だいたい左の上から右耳の上に向かって取っていく感じです。この髪の毛は後で使うので一旦止めておきます。で、残った髪の毛をまず後ろで一つに結んでいきます。はい、でこの時に結ぶ前に先に送り毛を出しておきます。結んだ後に送り毛を出すよりも結ぶ前に送り毛を出す方が調節しやすいです。はい、そうしたら後ろで一つに結んでいきます。で、この髪の毛は最終的には結びきらないお団子で一旦ストップ。こんな感じ、結ぶ位置は耳と同じぐらいの高さですね。で、余った毛先を二つに割ってこの毛先をネジネジしていきます。あんまりこの時にギューって引っ張っちゃうとこのお団子が取れてしまうので優しく軽めにネジネジしてください。そうしたらこの毛先をお団子に巻きつけてゴムでお団子の端をかませるようにして留めていきます。で、この時若干毛先がピョーンって出ちゃっても大丈夫です。後でこの髪の毛を使ってまたお団子をまとめていくので少し出る分には全然問題ありません。はい、ここまでできたら上の髪の毛を下ろします。そうしたらこの髪の毛を2つに分けます。そうしたらこの2つに分けた髪の毛をまたここもねじってねじってロープ編みを作っていきます。で、この時に横にこうねじねじねじってしていくと後ろに戻した時にこの横の部分がボヨボヨになっちゃうのでねじねじし始める時からこっちの斜め左下に向かってロープ編みを作っていってください。そうするとこの横の部分もピシッとまとまってくれるのでねじねじし始めの時から左下に向かっていく。はい、こんな感じで毛先までねじねじできたらこのねじねじの部分を軽くほぐします。もう360度いろんなね方向から見ても立体的になるようにいろんなところからほぐしを加えていきます。この後ろのねじねじがふんわりしていることによって後頭部が絶壁の方も頭の形が綺麗に見えるようになるし、もともと頭の形が綺麗な方もより立体感が出て綺麗に見えるのでこのねじねじはほぐすといいかなと思います。はい、そうしたらこのねじねじをお団子の側面に巻きつけていきます。はい、で、そしたらここピンで留めるのもいいんですが、こういうクリップがあると簡単に毛先を留めることができるのでおすすめです。はい、こんな感じで完成です。じゃーん、前から見た時もこのアクセがチラッと見えて可愛いですね。ピンで留めるのが苦手な方は特にこういうクリップを使ってあげるとアクセサリー映えもするしピンも使わず綺麗にまとめ髪をすることができるのでぜひやってみてください。で、こうねじねじをね加えてあげることでただのまとめ髪じゃなくて動きのある立体感のまとめ髪になるのでみんなに褒められること間違いないです。
ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、というわけで今回は蔵亀黒亀さんに合うヘアアレンジ3つ紹介していきました。私もね、最近今お気づきの通り黒髪にしてすごいツヤツヤに見えるしすごくいいなって思った反面、アレンジどうしようって正直迷ってました。けど意外と黒髪さんだからこそこのツヤを重視したヘアアレンジ、立体感を重視したアレンジって黒髪だからこそ映えるなと思って今回紹介させていただきました。私自身黒髪にしてすごく気に入っているので、アレンジもね、いろいろ楽しんでいきたいなと思います。黒髪の皆さんも、もちろん髪の明るい皆さんも一緒にアレンジ楽しんでいきましょう。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加していただくと期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加をお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。